リード・ザ・セルフ、短時間で効率的に良質なインプットを提供し、行動に移すことで今を変えていくメディアです。京セラ、 KDDI を創業、ジェルを経営破綻から救った稲森和夫氏の心構え。皆さんこんにちは。今日は京セラ、 KDDI の創業者であり、ジェル再建を成し遂げた稲森和夫さんの心を紹介します。稲森和夫さんは現在の京セラ、 KDDI の創業者であり、JAL が経営破綻した際に政府から経営を要請され、着任の翌年には営業利益1800億円を達成させ、 JAL を再建へと導いたんです。圧倒的な成果を上げてきた秘訣は何なのでしょうか。タイトルにもあるように、鍵は心だと説いています。人生で起こるあらゆる出来事は自らの心が引き寄せたもの。そのため、自分の心に何を描くのか、どんな思いを持ち、どんな姿勢で生きるのかが重要です。稲森さんは大学卒業後、入社した会社が不況で経営が傾きます。同期入社した仲間は一人二人と辞めていき、最終的には稲森さん一人になってしまいました。そんな逃げ場がない状態で、稲森さんはできる限りのことをやってみようと心を入れ替えて研究開発に没頭し、最終的には世界最先端の独自のセラミック材料の合成に成功したんです。能力が急に上がったわけでも、素晴らしい環境が与えられたわけでもなく、心を入れ替えただけで成果が上がるようになりました。さて、皆さんはこのエピソードを聞いてどう思いましたか？当たり前だ。必ずしも心構えだけでいい結果を導いたわけじゃないでしょう。私も初めはそう思いました。しかし、稲森さんは当たり前の積み重ねがいかに大事なのかを、心という本書で何度も何度も私たちに伝えてくれています。成功するための秘訣は、近道でも秘密のテクニックでもない。私たちがすでに知っている当たり前のことを当たり前にやるだけでしかない。そんなことを稲森さんは伝えてくれていると感じます。心の中でも最も美しいのは他者を思いやる心と稲森さんは定義しています。自分のことを考える利己ではなく、相手のことを考える利他を動機として始めた行為は、成功する確率が高く、予想をはるかに超えた成果を生み出すんです。 JAL の再建を政府から依頼された際に、国民や従業員を思う利他の心から無給で引き受けたそうです。この利他の視点は経営にも生かされています。京セラ創業時、稲森さんは自分自身の技術を世界に問うことを目的に会社を立ち上げました。つまり、稲森さんの個人の夢を実現するという利己のために設立されました。しかし、リコの心で経営を進めていた3年目、10人程度の社員が待遇改善を求めて、改善されなければ辞めるぞと稲森さんに突きつけました。創業時だったので、待遇改善の余裕はなく、3日2晩従業員たちと語り明かしました。この時、稲森さんは会社の目的がリコ的になっているぞと気づき、社員の幸福のための会社にしようと大きな方針転換をしたんです。結果として、従業員が幸せになり、生き生きと働くことで、最終的に会社に利益が生まれる。自分以外を優先すると、最終的に自分の利益になって帰ってくるという理想的なサイクルを生み出したんです。さて、利他の心を持つのはいいですが、いつも他人を優先させていては、詐欺師や自分のことしか考えない人に搾取されるだけになってしまいます。このように意図的に害を与えてくる人は、関わりを持たずに関係を出すことを意識しましょう。搾取されないように対策をしたり、相手を逆に陥れることに意識を割くと、自分の心のレベルまで落ちてしまうからです。関わりを持たずに離れていくことをしっかり意識するようにしてみましょう。稲森さんにはもう一つ、リタと同様に大切にしている価値観があります。それは、人間として正しいことかを判断基準とすることです。京セラ時代に社員に対して、稲森さんはこう言っています。判断基準は、会社にとって正しいかどうかではなく、私にとって正しいかどうかでもなく、人間として正しいかどうかだ。だから、経営者である私が人間として正しくないことを言っていたり行ったりしていた際は、遠慮なく指摘してほしい。私の言うことすることが人間として正しいと思ったら、ぜひついてきてもらいたい。判断基準は、常に人間として正しいか、また部下にフィードバックも求めています。 JAL の再建時にも、従業員の心構えが大事だと思い、再建の最初の1ヶ月をリーダー教育のみに集中したそうです。一生懸命仕事に打ち込む、感謝の気持ちを忘れない、常に謙虚で素直な心を持つなど、子供の頃から親や先生から教わったような教訓や道徳を扱ったそうです。子供じみていて、当たり前のことだと反発するリーダーにはこう伝えたそうです。幼稚といい、当たり前という、とてもシンプルなこれらの考え方を皆さんは知識として持ってるかもしれませんが、決して身についてはいないし、実践できてもいません。それが会社を破綻に追い込んだ元凶なんです。当たり前のことを当たり前にする、人間として正しいことをする、シンプルですが、ほとんどの人が実践できていないことでもあります。また、京セラや KDDI、 JAL などでリーダーを選抜する際にも、心が美しいかどうかを重視して抜擢してたようです。その組織のあり方を決めるのは、リーダーのポテンシャル、成果が出せるかどうかは、考え方×熱意×能力という式によって測れます。熱意や能力はマイナスがありませんが、考え方は悪ければマイナス100になりますし、良ければプラス100になります。つまり、考え方がマイナスだと、いくら熱意や能力があろうとも成果は出ないんです。リーダーで組織の器は決まるため、
より考え方を重視してリーダー抜擢をしていたんです。では心を高めるために何をすればいいんでしょうか。日々意識するのはもちろんのこと、瞑想や座禅などで心を静める時間を作るといいそうです。マインドフルネスは心の状態を改善するのにも役立ちます。さていかがでしたでしょうか。当たり前のことを当たり前にやる、心の状態を高く保つことによって結果は後からついてきます。ぜひ今日から一日一つでもいいので、リータの行動や人間として正しいことを意識して行動してみてくださいね。心には才能というものはなく、自分の努力によっていくらでも変えられます。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。皆さんいかがでしたか。最近の脳科学の研究では、効率的な学習にはインプット、内省、行動、検証の4つのステップが必要だと言われています。日本ではインプットばかりです。情報を取り入れただけでは何も成長しません。このチャンネルではインプットを内省につなげ、実際に行動に移すことで成長していくチャンネルです。短時間で良質なインプットと行動のきっかけを提供するので、ぜひとも一つでもいいので行動してみてくださいね。もし一緒に頑張っていこうと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。